はいどうもこんにちは。さて2023年2度目の信州ダービーです。僕はユースタに通うのに200キロくらい車を走らせて通っているんですが、いざ信州ダービーとなるとその道中の気持ちも全然違いますね。さて今回の試合についての前に、この試合に至るまでのドラマがありました。今年の信州ダービーの1回戦、長野県サッカー選手権大会の決勝でパルセイロは松本山雅に15年ぶりに勝利しました。正確には PK 戦での勝利でしたので、公式記録的には引き分け扱いになっているんですかね。そして最後の PK を蹴った大野選手は昨年まで山雅に所属し、復讐と自ら銘打ってこの試合に臨んできました。山雅への思いの大きさは十分に理解できますし、それに何らかの形で裏切られた思いがあったからこそそういった言葉になったと思います。そんな大野選手が最後の PK を決め、山雅への思いを果たす結果となりました。そして何よりこの勝利はパルセイロにとってものすごく大きな意味がありました。パルセイロが前回松本山雅にリーグ戦で勝利したのは2008年の北信越リーグだったかと思います。この年はパルセイロは北信越リーグを優勝しています。そして2009年に山雅と共に進出した地決で敗れ、山雅に JFL へ先を許すと、ようやく追いついた JFL でも2位になった2011年にはスタジアム要件を満たせずに J2 に参入することができず、4位だった松本山雅が J2 に参入するなど、いつもパルセイロは山雅に一歩遅れを取ってきました。しかし J3 での戦いはお互い本意ではありますが、こうして同じステージで勝利したことにはものすごく意味があったわけです。そして敗れた山雅にとってはきっと許し難い敗戦だったと思いますし、今回にかける思いもサポーターもチームとしても強かったはずです。そしてそんな中行われた今回の試合は、序盤から優位に試合を進めたパルセイロが2得点を決め、終盤に1点返されたもののパルセイロの完勝でした。戦術的な部分はもっと詳しい方がいると思いますんで、僕はパルセイロを応援しているので、この試合だけは単純に勝ったことがものすごい大きなことでした。内容も良かったですが、何より勝つことが重要でしたからね。ただこれで松本山雅よりも上に行ったとも追い抜いたとも僕は思っていません。これでようやく今の立場が対等になったと思っています。それはシーズンが終わった時に結果が出ることだと思ってますんで、信州ダービー第3ラウンドに期待しましょう。最後にパルセイロが好調な理由で僕は感じているのは、セットプレーが生きるようになったことが一番大きいと思います。また今までは空中戦のターゲットには森川選手だったり山本選手だったりが担っていたところに、誰が対応しても勝利できる可能性ができて、セカンドをチャンスにすることができるようになったりと、昨年に比べて高さがかなり出ました。そうなってくると三田選手は近藤選手が生きるし、もともと戦術には定評のあるシュタルフ監督ですから、今年の編成だからこそやりたいことがさらにできるようになったんじゃないかと思います。そういったことで昨年まで引き分けになっていた試合が勝ちになってきたことが勝ち点に現れるようになったと思います。ただまだ10節ですからね、これからも期待しています。ちなみに天皇杯も得意なパルセイロです。1回戦を勝ち進んだパルセイロの相手はヴィッセル神戸ですが、印象を残す結果を期待しています。今回は久しぶりにパルセイロオンリーの話題になりました。もしよろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。